年はどっか行く予定ですか?。私は引きこもって箱根駅で見ます。はい、出す声ね、年末は。年末というか、十二月三十一日は。油身の友達と、友達ね、友達と。あのー、焼肉食べに行きます。うん、で、あのー、元旦もまたね。あのー、あ、朝から、朝とお昼ぐらいから会ってね。あのー、なんか、どっか遊びに行きます。うん、で、ご飯食べたりね。ちょっと遊びます。うん。二日以降は。 2日はねあのママとパパと一緒にねマクドナルドに、ね、あのあそう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 あれあれよあれあのー、福袋当たってねそうやったー福袋に、ね、当たったんですよ当選そう涙の当選そうそれもらいに行ってでプラスなんかこうビッグマックでもか買ってねセットでも買ってねで家であのマクドナルド うんそう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 で3日はなんかすき焼きするって言ってたかなちょっといいお肉買ってきてねすき焼きって言ってたかなうんで4日以降は何もないかなうん今回別になんか年明け早々なんかこう誰かとコラボとか別にないしあの予定は少なくないしうん まあまあでもなんかまあどうでしょうねいつもね急に予定入ってくるからねなんかまたなんかあるんじゃないですか特に、うん、ドスコイとして何も。<laughs>